全長2000メートルぐらいで約2兆円でできる予定ですが、重力の1000倍でずっと加速を続けて空間に弾かれ続けて推進し続けて、約3年で宇宙の果てまで到着しますね。ここで清家博士に実験を通じてその理論の正しさを証明してもらった。これが試作品の小型 UFO。 そしてこれを精密計量器に乗せ5ボルトという少ない電圧をかけると、どうだろう、メーターの数字がマイナス方向に動き始めたではないか。なんとコイルが反重力エネルギーを発生し、元の重量に比べ 0.4 グラムまで軽くなったのだ。最後に博士が自ら作詞作曲したという宇宙艇喧嘩を披露してもらった。はるかにまねくはアンドロメダか、我らがケイマイ住む星々の夢の都へ働き旅路、今宵オリオン、明日はスバー。